はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、もう食材が目の前に見えております。甘いもの会でございます。というのもテレビを見てたらね、このバームクーヘン特集みたいなのをちらっと見て、めちゃめちゃにね食べたくなりまして、千年の木さんというバームクーヘンのね専門店の方からネットで注文させていただきました。一応ねメニューの方なんですけども、まずはこちらから、千年バウム、トロ生チョコ、トロ生抹茶、トロ生ティラミス、トロ生ブリュレ、トロ生レモンで、またトロ生チョコでございます。今日はどうしても甘いものがたくさん食べたくなりましたので、満足いくまで食べていきたいと思います。それではいただきます。これさ、めっちゃでかいんだけど、これ L サイズっていう一番でかいサイズなんですけど、こんな感じでね、超でかい、めっちゃでかい。これちょっと手で割ろうかな。いいよいしょ。うまそう。バームクーヘン、これめっちゃうまそう。外側のね砂糖コーティングはやばい。ではいただきます。うまっ。生地ふわふわなんだけど、しっとりしててめちゃめちゃふわふわする。バームクーヘンってなんかもっとボソボソしてるイメージあったけど、すごいしっとりしてる。うまっ。ちょっとこのトロ生シリーズいこうかな。まずはチョコと、いいよ。うわー、うまそう。こちらが、チョコでございます。めっちゃうまそう。ほぼ生チョコ。うん、うま。何これ。え、これバームクーヘンなの。こんなの食べたことない。うま。ダメだ、うますぎて止まらん。ただめちゃめちゃに喉乾くわ。今日牛乳用意いたしました。バームクーヘンにはやっぱり牛乳ですよね。じゃあちょっと今日は牛乳ですか。乾杯ということで。そしたら別のトロ生いきましょうか。これ抹茶ね。よ、わ、しっとりしてる。なんかね、ムースみたいな、すごい柔らかい。よいしょ、いただきます。もうね、これはもはやバームクーヘンっていうよりもうケーキですね。うまっ。なんか今日バームクーヘンのイメージが変わる。柔らかっ。ちょっとこれブリュレいこう。次ブリュレ。よいしょ。ブリュレはね、こんな感じでございます。コーティングはね、しっかりされてるんですよね。では、これうまほんのりとね、ザラメのようなやっぱザリザリとした食感、まあブリュレらしい感じと、砂糖がね焦げた香ばしさがするんで、甘いだけじゃないです。これめちゃめちゃうまい。うまっ。ちょっとティラミスいこう。やらかっ。やらかっ。いやもうね、これほぼ普通のティラミス。やらかすぎる。よいしょ。ただのティラミスだ。もうケーキですよ、ケーキ。こんな柔らかいバームクーヘン無限に食えるじゃん。今んとこね、個人的にはティラミスが断然優勝です。めっちゃうまい。ちょっとこっちの方行く前に牛乳ちゃんを器に入れて、これ浸しちゃうの絶対うまいよね。よっ。わあ、うわ、牛乳しみしみ。
うめ、あーうめうーん、アームクーヘンといえばこの牛乳漬け、これ最高にうまい。子供の頃からやってたんですけど、これみんなやりますよね。絶対うまいもんね。よっ、うん。でもやっぱりバウムクーヘンってパン系なんだな。お腹はね、もう溜まってきた。うん、はい、ということでラーメン作っていきました。カレーいいよ、いい。あやっぱラーメンもうまいね。癒される。では休憩を挟んだんでバウムクーヘンに戻りましょう。これ牛乳つけたらどうなんだろう。溶ける、柔らか。抹茶ミルクうますぎるんだけど。めっちゃうまい。ブリュレも、ブリュレはうまいけど別々の方がいいな。うん、続いてこのレモンいきましょうか。あ、レモンも柔らかいよ。お、ほい、うん、あ、これもうま。うん、なんかね、クリームは甘めなんですけど、このレモンの酸味と皮の苦味、これがねめっちゃバランスいいです。うん、そしたらこれとろ生シリーズの最後ね、もう一回チョコでございます。うん、いやもうこれほぼ生チョコなんだよな。うん、ちょっと牛乳につけて、お、うまっ。やった、うまっこれ。でも今日もね、なかなかの甘味料なんですけれども、全然飽きは来ない。まあいつにも増してね、味の種類がいっぱいあるんで余計に飽きないってこともあると思うんですけど、甘いんだけど甘すぎないんで、すごく食べやすいし、めちゃめちゃ美味しいのばっかりですね。うん、カップ麺を完食でございます。ではこれが最後の一口ですね。うん、ああ今日も美味しかった。ごちそうさまでした。はい、ということで本日もね、無事完食いたしました。この千年の木さんのバウムクーヘンのシリーズめちゃめちゃうまい。もちろん通常のバウムクーヘンもめちゃめちゃ柔らかいですし、なおかつしっとりしてる。このね、とろ生シリーズももうね、名前の通りもうすべてね、とろっとろ
とろっとろでございます。もうね、正直僕の中でのバームクーヘンのこのイメージっていうのかな、それがね完全に覆されました。本日いただいたメニューについては全てねインターネットから購入が可能ですので、気になった方は概要欄の公式ホームページをご確認ください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。